では宇宙世紀0078から宇宙世紀0079、後に一年戦争と呼ばれる戦いも8ヶ月を過ぎた頃、ジオン公国軍のアルマシティルナー少尉はキシリアザビ直属秘匿部隊ノイジー・フェアリー隊に着任する。指揮官キリー・ギャレット少佐の出迎えに明るい笑顔で応えるアルマだった。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。私は命令に従うだけだ。黙らせる。邪魔。こんなことをしても意味ないかもしれない。だけど DX スキルは落ちろ。私とてこんな場所でつまずく気は毛頭ない。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。ノイジー・フェアリー隊に着任したアルマはミア・ブリンクマン技術少尉とヘレナ・ヘーゲル総長とともにモビルスーツ部隊のパイロットに任命される。リードパイロットを任され、初めて与えられた責務に戸惑うアルマだったが、キリーの期待に応えるべく仲間と共に出撃する。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。ヨナバシタ、行きます。黙らせる。覚悟。作戦終了です。見事な勝利です。なんだこの感じ、何者だ。こちらが今回の報酬になります。ジオンは一人残らず倒す。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。ヨナバシタ、行きます。調子に乗るな。まとわりつくな。こんなことをしても意味ないかもしれない。だけどれはもうよせ。まだ奪うのか、私からまた奪うのか。邪魔しないでくれ。落ちろ。ようやく楽になれる。作戦終了です。見事な勝利です。正しさが人を救うとは限らない。こちらが今回の報酬になります。仲間たちと絆を深めながらアルマは着実に任務をこなしていく。そんな中、ハロウィンに着想を得たアルマの作戦によってまた一つ任務を達成したノイジーフェアリー隊。過酷な戦闘に疲れ果て帰還した彼女たちを出迎えたのはハロウィンの宴だった。ひとときの楽しみに沸き立つノイジーフェアリー隊だったが、アルマの心には戦いの中で出会った強烈な殺意が深い印象を残していた。ここでは宇宙報酬を受け取りました。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 お前は何者だ。私は必ず帰ってくる。命が見える。この裏切り者が。最後まで諦めちゃダメだ。まだ終わらない。争うつもりはない。手荒れさ。戦いなんて。戦い一つ一つ